その指摘懇談会であった指摘な発言のすべてをの責任を負わされて、木原さんだけが1年間役職停止、まあ、他人の党でありますから、私は そのことについて、その意思決定についてとにかく言う立場ではありませんけれども、一番の専売閣の加藤副長官として今回の処分も含めてどういうお気持ちでいらっしゃいますか。加藤内閣官房副長官。諸君の内容につきましては、我が党の幹事長がですね、いろいろな状況を総合的に勘案してご判断されたものというふうに認識をしております。また私自身そうした処分される事態に至ったこと、そうした事態に至らないためにですね、一体何ができたのかということについては具体的に正直言って思い浮かぶものはございませんけれども、しかし先輩という立場として何かできなかったのかなという思いは常に持っているところでございます。長島昭久君。